天然理心流。江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日、その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃあ、あの近藤勇が土佐まで来て親さんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと。龍馬、お前は何て言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやっさんの志を引き継ぐんだ。おやっさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやっさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか。たけしさんよ。龍馬、どんな理由があろうと俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと。あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねえんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸を張れるさ。何恥じることなく堂々とな。何だと。逆に聞くか、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか。龍馬、今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろう。違うのか龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。
今度会う時には兄弟って呼べないほど、あんた遠くに行っちまってるかもしれないな。龍馬、俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限り、ほら一歩も前に進めやしねえんだ。土佐を脱藩して1年、坂本龍馬は今斎藤はじめの偽名で京に潜伏し、覆面の男を追い続けていた。手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が身風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。すべては吉田東洋の敵を討つため。苦悩の末龍馬が選んだ道は、斎藤はじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても、ちょっとどないしたん、覚え出して。お客さんがびっくりしてしまうやないの。おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり？新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が利くらしいじゃねえか。ああ、確かにそうらしいけど。それにあそこは浪士の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの、あんた宿代のために人切るん？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂押し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂押し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の浪士組には最初局長が二人おったな。今の局長さん近藤勇と、もう一人芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢かもはどっちが偉いかでいつもいがみ合うてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさんぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。
なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か。随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら、誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん、剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。ちょっと、はじめさん！なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いが、もう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん。これ以上話しても、時間の無駄だ。あれで結構、頑固なとこあるんやな、はじめさんも。Huh!
めんといて。ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、
人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよ。そうですか。それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早よ医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところや。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことが。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したる。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ、せえ。Yeah.
倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然離心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強ないやつは遅かれ早かれ殺される。強いやつだけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然離心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だがあんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん。いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからにはもっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いな、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの、一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう。今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけど、こないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの離心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。あかん、やめろ掃除。
足の価値やな。引き分け。あ？の。ノエ、納得いったか、ソウジ。何も言や、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斉藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所ではなんです。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だが、できれば最後まで手合わせ願いたいところだった。ふん。奴の剣は俺の力で押す剣とちゃう。速さで圧倒するもんや。掃除の離心流はどうやった。まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが、可能性はあるな。何の話。いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？掃除の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん。前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢かもか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあ、お前は知らんでもいいことや。俺もつまらんこと言うた。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。喜んでいいのか。いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうが、その地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。起きた掃除か。
動しやすい。勉強させてもらいます。いらっしゃいませ。どうぞ。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理神流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理神流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。
何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。なんだと。新選組の任務の大半は殺しです。その際義理や情に流されて斬ることをためらえば自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためにはね。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では始め。
勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。してるんだお前。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても司令官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか、斎藤はじめ君。天然理心流、覆面の男への唯一の手がかりを追い新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。副長、局長は。
近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織。その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ部下も己の命を張る気になるっちゅうもやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。